ダラー・サラーは、マレーシアの元サッカー選手、サッカー指導者。元、サッカーマレーシア代表、元、フットサルマレーシア代表。現役時代のポジションは FW。ダラーは、名前、サラーは不詳である。1980年代から1990年代に、かけてのマレーシア有数のサッカー選手で、ザイナル・アビディン・ハッサンとの連携でよく知られていた。監督としては、 マレーシア代表を2014年から2015年にかけて率いたものの、アラブ首長国連邦代表戦で10から0の大敗を喫し、辞任を余儀なくされた。1982年に当時セミプロフェッショナルのチームであったジョホール FA でサッカー選手となった。1987年にセランゴール FA に移籍すると、 ハッサン・サニーとジェームズ・ウォンのコンビ時代以来のストライカーに当時代となった。彼とザイナル・アビディン・ハッサンはセランゴール FA でも代表でもコンビを組んだ。1991年には二人ともにパハン FA に移籍。隣国シンガポールのスター、カンディ・アマドも相まってドリームチームと呼ばれるメンバーとなり、1992年にはリーグ・マレーシアカップともに制覇した。 その後1997年にマラッカユナイテッド FA に移籍。翌1998年にはヌグリスンビラン FA に移籍し、選手生命を終えた。代表としては1989年の東南アジア競技大会で金メダルを獲得しているほか、1993年のムルデカ大会でも韓国代表を3-1で下し、優勝している。その他、 1> 第1回の東南アジアサッカー選手権にも出場したが、惜しくも決勝戦でタイ代表に敗北した。また、フットサルマレーシア代表としても出場経験があり、1996フィファフットサル世界選手権のメンバーであった。サッカー選手引退後は2003年に MPPJFC で監督となった。この年にマレーシアカップで、 サバ FA を3-0で破る快挙を成し遂げた。翌年には、スルタンハジアフメドシャーカップを呼び、マレーシアプレミアリーグを制覇した。2005年には、セランゴール FA と、長期契約を結んだ。この年には、同クラブは、マレーシアプレミアリーグ、ピアライフエマレーシア、マレーシアカップを制覇し、トレブルを達成した。しかし、2005から06シーズンにはタイトルを一つも、 獲得できなかった。しかしセランゴール FA は彼を放出せず、翌2007から08シーズンには、ピアライフ A マレーシア、マレーシアカップともに決勝まで行ったものの、共にケダ FA に敗北し、タイトルを取り戻すことはできなかった。この失敗によって彼は、セランゴール FA から放出された。翌2009シーズンには、かつてのパートナー、ザイナル・アビディン・ハッサンと再びコンビを組み、 コーチと監督という立場で、シャーザンイフ FC に着任した。しかしシーズンの半ばで彼は、タジュディン・ノールの後継として、パハン FA に移籍した。パハン FA でのマレーシアカップの成績が良かったため、2014シーズンは PDRMFA で指揮を取ることになった。PDRMFA はこの年に、マレーシアプレミアリーグを制覇し、クラブを、 マレーシアスーパーリーグに昇格させることに成功した。2014年6月にはサッカーマレーシア代表の監督に2年契約で就任した。2014アフスズキカップではマレーシアを2位に導いたものの2018フィーファワールドカップアジア2次予選のホームで迎えたパレスチナ代表戦での0-6での大敗、親善試合のオマーン代表戦での6-0の大敗。 さらに東ティモール代表、バングラデシュ代表、香港代表戦での引き分けという惨憺たる結果に多くの非難を浴びた。決定打となったのはアラブ首長国連邦代表戦での10から例の惨敗であり、2015年9月3日に辞任することとなった。クラブ代表、ありがとうございます。